トゥーランドブリュの時間です。よいしょー、本日は皇室スペシャル、日本の未来を握る女性天皇と女系天皇についてお話していきます。いやーね、7月23日にあるね、はい、YouTube では絶対に言えないガチトークライブの日が、うん、いよいよ迫ってきましたね。これは結構近づいてきた ね。一部は警告というテーマでね、うん、二部は希望というテーマ、合わせて4時間っていうね、いや大ボリューム、ね、めちゃくちゃ超大作トークライブなんですけどもね、かなり重要なお話となってますので、ぜひね概要欄から飛べるチケットサイトをチェックしてみてください。はい、ということでね、うん、本日は女性天皇と女系天皇のお話なんですけどもね、はい、女性天皇と女系天皇今結構ね、うん、この話題って、うん、いろんな場面で議論されてるんですよ。あ、そうなんや。そう、まあ、これまでは男性だけが天皇になれるっていうルールやったけれども、うん、まあ女性が天皇になってもいいんじゃないかっていうね。あー、はいはいはい、それこそ愛子様が次の天皇になってもええのではみたいな。あ、そうやね。そう、そんな感じで討論番組とかやってるわけですよ。うんうん。ちなみに、うん、女性天皇と、うん、女系天皇の違いって、うん、分かる？え、違いあんの？あんねん。あんの？そうやねん。これ見てください。おう、こちらは、まあ、2020年に行われた東京新聞のアンケートなんですけど、おう、女性天皇賛成 49%、うん、女系天皇賛成 38% みたいな感じで、あー、ちょっと差がある、まあ、これだけ見ると、まあ、女性天皇賛成派の人と、まあ、女系天皇賛成派の人の数って、うん、まあ、あんま変わらないように見えません？まあ言うほどね。実はね、うん、女性天皇と女系天皇っていうのは、うん、もうびっくりするぐらい、うん、大きな違いがあるんですよ。マジで？そう。でもこのアンケート結果見ると、うん、多分ね、女性天皇と女系天皇の差がね、うん、よく分かってない人が回答してるように見えるんですよ。俺みたいな人ばっかりやろ。適当に回答すなよ。で、いろいろ混同されまくってる女性天皇と女系天皇の違いは何なのか、うん、まずはそこからね、解説していきたいと思います。はい。まずね、うん、女性天皇とは文字通り、うん、女性が天皇になることです。そうやんな。そのまんまだよね。そのまんまやん、まあ、歴代の天皇っていうのは、まあ、初代の神武天皇から120人以上が天皇の位についてるわけなんですけれども、うん、そのうちの8人がね、うん、女性なんですよ。あ、8人もおるんや。そう。あ、それなら女性天皇になってもええやんって、うん、思わへん？思う思う。で、初めて女性天皇になったと言われてるのが第33代推古天皇でね、まあ、こんな感じでいわゆる古墳時代の終わりあたりから、うん、まあ、奈良時代ぐらいまではね、もうガンガン女性天皇がいたんですよ。なってたんやね。そう。それではなんで現在の日本では女性天皇がダメやと言われてるのかと。おお、そういう話ですよね。そうやね。それはね、260年続いた江戸幕府が倒されてね、日本が一気に近代化した明治時代にまで遡ります。うん。この時代に大日本帝国憲法、まあ、俗に言う明治憲法というのが作られたんですけれども、うん、その時に初めて皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承するっていう、おお、そういうのが定められたんですよ。へえ。つまり女性天皇っていうのは明治時代から禁止されたんです。そして第二次世界大戦が終わるとさらにね、憲法が改正されて、まあ、現在の日本国憲法になるんですけれども、そこでも女性天皇は NG ですっていうね、そういうルールのままやったのよ。へえ。ということはね、男性しか天皇になれないっていうのは、うん、明治時代以降に作られた新しい考えであり、うん、まあ、伝統でも何でもないわけですよ。なんで明治時代からいきなり女性天皇がダメになったかっていうのはよくわからないんですけども、うん、まあ、令和になった今でもね、うん、まあ、そこのルール変わってへんからね。ね、イメージずっとやっぱ男性やもん。そうやね。で、愛子様が天皇になろうと思ったら、まず、うん、この憲法を変えなあかんわけですよ。おー、憲法。そう。だからなかなかややこしいんですよね、これって。うんうん、しかもね、明治時代までは、うん、天皇は正妻以外にも側室と呼ばれる存在がいて、まあ、簡単に言うたら一夫多妻制やったわけですよ。おー、なるほど。だから正妻との間に男子が生まれなくても、うん、側室との間に男子が生まれたら OK みたいな、はいはいはい、まあ、そんな感じやったんですよね、うん、ただね、現在でも憲法的に天皇は側室 NG とはなってないんですよ、うん、あ、そうなんや。そう。でもさすがに、うん、まあ、近代の感覚というか、うん、モラル的に、うん、まあ、側室ってどうなんて、まあそうよね、まあ、なっていったわけですよ、イメージね。だからもう大正天皇あたりから側室を設けなくなったんですよね。うんうん。そうなると男の子が生まれないと、うん、ね、天皇になれる人がおらんから、ねえ、ね、ピンチなわけでしょ。ねえ、もう後継ぎおらんみたいな。そう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 、まさにそうなのよ。実際にね、1965年から2006年くらいまでの40年以上の間、うん、全く男子が生まれなかったの。マジで。そう、女の子しか生まれなくてやばいって
ってなってたら、うん、まあ、久仁親王というね、そういう存在が生まれたんですけれども、おいおい、まあ、今もその一人しかおらんから、現在15歳の久仁親王に男子が生まれなかったら、うん、まあ、いよいよ天皇制やばいっていうね。いよいよ大果てまうと。そう、そういう流れになっちゃってるんですよ。うわぁ。そこで今言われてるのが、それやったらいっそ女系天皇 OK にしたらいいじゃんっていう。あー、なるほどね。そう。じゃないと無理でしょみたいな。はいはいはい。そう、女性天皇じゃなくて女系天皇ね。これまでのお話で、まあ、なんとなくね、まあ、女性天皇については、まあ、ご理解いただけたと思うんですけれどもね、うん、まあ、これまでの歴史には何人かの女性天皇がいたよとかね、うん、まあ、女性天皇が禁止されたのは割と近代の話ですよみたいなね、うん、まあ、そんな感じで、まあ、憲法改正さえできれば、まあ、女性天皇はありということですし、まあ、愛子様が天皇になることも可能だと、はいはい、しかしこれまでに女性天皇が存在したことはあっても、うん、女系天皇が存在したことは一回もないんですよ。解もない。そう。これは一体どういうことなのか。うん。まあ、詳しく説明すると、はい、男系とは、うん、父親が天皇で、はい、そのまたお父さんも天皇みたいな感じで、うん、家系図でお父さんだけを辿っていくと、うん、初代天皇である神武天皇に行き着くよと。あー、はいはい、はい。そういう状態のことを言うんですよ。お父さんだけね。そう。うん、で今の天皇っていうのはもう2600年以上、うん、もうこの男系っていう天皇の血筋が一切変わらずに続いてきたわけですよね。すごい、そうやね。これを万世一系というわけです。はいはい。言うたらお父さんの血筋はずっと皇族やけど、お母さんの血筋はもう全然皇族以外の人もいてたよっていう。なるほどね。そういうイメージね。はいはい。つまりね、歴史上に8人いてたよっていう、まあ、女性天皇は、うん、お父さんが天皇やから、はいはい、まあ、男系の女性天皇っていうことになるんですよ。なるほど。ちょっとややこしいけどね、うん、これまでに存在した女性天皇っていうのは全員男系の女性天皇で、うん、ね、子供を作らなかったか、ね、女性天皇に子供がいてもその子供は皇位を継ぐことはなかったっていう。はいはいはい。そういうことなんですよ。そういうことね。そう。だから愛子様はお父さんが天皇なので、うん、まあ、男系の女性天皇となり、うん、まあ、歴史的な流れからいくと天皇にはなれるんですよね。オッケーなわけやね。そう。でも愛子様のお子さんは、うん、天皇にはなれないよっていう。そうやね。そういう話になってくるんですわ。なるほど。人間にはね、X 染色体と Y 染色体っていう性別に関わる染色体が存在してて、うん、母親は X 染色体を持ってますと、うん、で父親は母から受け継いだ X 染色体と、まあ、男性特有の Y 染色体の両方を持ってますと、うん、なるほど。なのでね、父親から X 染色体を受け継ぐと、うん、XX となって、うん、まあ、女性が生まれるわけですよ。なるほど。で、お父さんから Y 染色体を受け継ぐと XY となって、うん、まあ、男性が生まれるわけです。なるほど。で、これが女系になっちゃうと、この神武天皇からずーっと続いてきた Y 染色体が耐えてしまうと、うんうんうん、いうことにもなるわけですよ。うん。ね、まだちょっと分かりにくいかもしれないんでね、うん、まあ、最近ドラゴンボールの映画見て感動して泣いたから、おーおー、まあ、ドラゴンボールで例えますね。おお、急に。例えば孫悟空のお父さん、うん、バータックが天皇的な存在だとしましょう。はい。そしたらその息子の悟空も天皇になりますよね、うん、なれますよね。その息子の悟飯も天皇になれますし、なれます。その弟の悟天も天皇になる権利がありますと。なれます。もしね、この悟空からね、悟飯が天皇になったとしましょう。はい。そうすると子供は悟飯の娘のパンちゃんしかいないわけですよ、うん、ああそうやね。そう、パンちゃんはお父さんが天皇だし、おじいちゃんの悟空も、そのまたおじいちゃんのバータックも天皇やから、うん、つまりパンちゃん自身は男系になるわけですよ。はいはい。だからパンちゃん自体は、まあ、女性天皇になれる可能性があるということなんです。なるほど。しかしパンちゃんの言葉は天皇になれない。これが初代天皇の時代から続くルールなんですよ。なるほど。さらにね、現代では憲法的に女性天皇がダメなので、うん、まあ、次の皇位はパンちゃんではなく、まあ、ご飯の弟である御殿に受け継がれるみたいな。もしくは御殿君のまあ子供とか、はいはい、そういうところに受け継がれていくみたいな。なるほど、今はそういうルールなんや。そう、なんとなくご理解いただけましたかね、これ。うん、やっと分かってきたよ。お、来た。ドラゴンボール。うわ、すごい。ないないない、そんなノリ。ちなみに海外ではね、有力者によってこれまで続いてきた王道が潰されたり、まあ、革命によって王朝が入れ替わったりした結果、うん、皇帝という存在はいなくなったんですよ。あ、そうなんや。そう、だから現在キングより、まあ、王様より地位が高い皇帝と呼ばれる存在は世界でたった一人、ほう、天皇だけなんですよ。あー、なるほどね。そう、1690年に来日したドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルが帰国後に書いた日本史という本の中で、天皇は紀元前660年に始まり、当時の1693年までその血統が続いていることに触れてるんですよね。おお。そして同じ一族の114人の長男の直系子孫たちが天皇という地位を継承しており、この一族は日本国の創建者である天照大神の一族とされ、人々に深く敬われているっていう。
そういう風に書かれてるんですよ。へえ。そう。さらに日本は現存する世界で最も古い王朝として、ね、ギネスブックに認定されてるんですけれども、これは神武天皇が橿原の地で即位した瞬間から、ね、カウントされてるんですよ。ああ、そっからずっと。そう。つまりね、天皇という存在は、まあ、世界最古の王朝の証であり、はい、世界で唯一のエンペラーということになるんですよ。うわ、結構すごいな。これそう考えるとね、まあ、ちなみに僕はね、まあ、天皇という存在に対して、まあ、めちゃくちゃ特別な感情があるとか、そういうわけでは全然ないんですけども、改めて見るとね、やっぱとてつもなく特別な存在であるっていうことはもう間違いなさそうですよね。これは間違いない ね。で、その天皇をたらしめていた唯一の条件が、ね、皇統に属する男系の男子っていうことやから、これを変えるっていうのは、まあ、日本という国を根底から揺るがす、はい、相当な出来事になるっていうことですよね。うわ、事の重大さに気づいてきた。わかりた。まあ、とはいえね、まあ、デンマークとかスウェーデンなんかではね、男系男子にしか認められなかった王位継承権が、まあ、女性にも認められるようになったり、はい、まあ、男女関係なく最初に生まれた子供を優先して王位を継承する、まあ、長子優先制度に変わっていったりとか、まあ、世界的に見たらいろいろ変化はあるんですよね。なるほど。ただ日本は世界最古の王朝であり、まあ、世界唯一のエンペラーってことなので、まあ、ここを変えるのはどうなのかっていう議論はね、まだまだ続きそうなんですよね。そうやね。まあ、ちなみに、まあ、ネットとかテレビでよくある議論には2つの論点があるかなと思ってまして、はいはい、ここをしっかりとね整理しておくといいかもしれません。お、1つ目が天皇という存在を絶やさないために、女性、女系天皇を認めないといけないんじゃないのっていう論点。そして二つ目が、男女同権であるべきだよねっていう。ああ、はい、はい。まあ、そういう論点かなと。なるほど。で、一つ目は、まあ、天皇という存在を絶やさないために、天皇をたらしめていた唯一のルールを崩壊させるっていうのは、まあ、どうなんかなっていう。二つ目はね、同じ理由でなかなか難しいよねっていうのが現状の流れなんですけども、もちろんね、男女同権であるべきっていう議論はどんどんしていっていいのかなと思うんですよ。そうやね。ただね、この議論をする前に、まあ、女性天皇と女系天皇の違いが分かってないと、まあ、ちんぷんかんぷんになるやんか。まあ、そうなるよね。一つ目の論点にある、天皇という存在を絶やさない方法は、女系天皇を認めるっていうね、そういうこと以外にも考えられることがあるんですよ。お、そう。それが、第26代、継体天皇の事例なんです。ほいほいほい。まあ、簡単に言うとね、第25代ブレツ天皇にはお子さんがおらずね、後継ぎどうすんのっていうね、まあ、今みたいな時代があったわけですよ。あったんや。そう。で、やばいやばいってなった結果、家系図を遡っていってね、まあ、男系で神武天皇の直系である人物を日本中探し回り、ね、見つかったのが第15代、ね、だいぶ前ですよ、王神天皇の五世孫の、ね、継体天皇やったわけですよ。はいはいはい。見つかったのよ。見つかったパターン。しかもこの頃の継体天皇っていうのは、越前に住んでおりね、急にゾロゾロとね大和から人が来てびっくりしたと思うんですよね。で、急に来た人たちに、あなたに天皇になってほしいですって言われてる。何これみたいな。アニメみたい。そうそう、困るわ俺そうなんみたいな。そんな感じで大和入りするのをめちゃくちゃ時間かかったんですけども、まあ、古代の日本ではこのような事例があったわけです。はいはい。で、皇位継承順位もこれが今の天皇ね、まあ、弟さんが、まあ、第一位の、まあ、皇位継承権があるわけですよ。そうやね。で、二番目がこの息子さんの悠仁親王様ね。で、三番目が前の天皇の、まあ、上皇ですよね、上皇陛下の兄弟なんですよね。あー、なるほどね。皇位継承順位もね、まあ、こんな感じで、まあ、今の天皇は、まあ、お子さんは、まあ、女性である愛子様しかいないので、まあ、皇位継承権はないと。そうやね。なので弟の秋篠宮様が次の天皇になる権利があるよと、いう順番なんですよ。はい、はい。で、2番目にね、その皇位継承権があるのが息子の悠仁様ね。でも悠仁様にも、まあ、息子さんいないよね。まあ、15歳やからね。まだね。だから3番目の継承権っていうのは、昭和天皇まで遡って、ほう、昭和天皇の息子さんの常陸宮様になるんですよ。ほう。だから継体天皇の事例はこの皇族として遡れる範囲をぐっと広げたよっていう話なんです。ああ、なるほどね。そう。しかしね、1947年にアメリカの介入もあって作られた日本国憲法などの新しいルールによって、11宮家51名の皇族が、はい、あなたはもう皇族じゃないよって言って、皇籍離脱をせざるを得ない状況になってるので、まあ、逆に遡れる皇族がめちゃくちゃ減ってるんですよ。ああ、なるほど。そう。ということはね、単純にこの皇籍離脱させられた旧宮家の人たちを改めて皇族に戻すことができれば、
まあ、神武天皇につながる男系の男子っていうのは一気に増えるんですよ。そうやね。そもそも皇籍離脱させられた宮家の存在自体が、うん、まあ、天皇家に継承者がいない場合に天皇として選ばれたりとか、うん、逆に宮家に跡継ぎがいない時は天皇の皇子を迎え入れてお互いの存続を図ってたんですよ。ああ、なるほどね。そう。だから元の形に戻るだけなんですよね。うんうんうん。だからこれが一番現実的かなと思うんですけどもね。ねえ、別にやってたんならね。そう。でもね、皇籍離脱がもう第二次世界大戦直後に行われたっていうのも、うん。多分この現代のこの状況を見越してたみたいで。おお。ある意味補い合ってた宮家を11家潰してるわけやからね。そうやね。そう。くんと。なかなか怖いというかね、緩やかに破壊されてる感というかね。はあ。そしてね、まあ、最後にもう一発ぶち込むんですけども、うん、めちゃくちゃ今更なんですけども、うん、はっきり言って、まあ、女系天皇っていうのは存在しないと思うんですよ。存在しない。そう、要はね、男系天皇の場合は父親だけを遡って神武天皇に行き着くっていうのが万世一系の形じゃないですか。はい、そうやね。となると女系天皇っていうのは母親だけを遡って神武天皇、もしくは天照大神にたどり着かないといけないわけですよ。おー、確かに。なんとなくね、皇族の家系図とか見てもらったら分かると思うんですけども、うんうん、愛子様にお子さんができて、うん、そのお子さんが天皇になられたとしたら、うん、女系というルールになったらね、お母さんの方をたどらないといけなくなるわけです。そうなるね。となると、うん、雅子様ね、愛子様のお母さんの雅子皇后はもともと一般の方やから、うんうん、愛子様の代で女系天皇終わっちゃうことになる。終わっちゃうね。そう、すぐ。ということはつまり、うん、世界最古の王朝がそのタイミングでリセットされちゃうっていう、はあ、まあ、そういうことになっちゃうんですよ。そうなるね。確かに。で、この事実を分かってた上でそちらの道に舵を切るならまだしも、うんうん、よく分からんまま議論して、で、男尊女卑やとかそういう話になっちゃってそっちの道に進んでいったとしたら、うん、まあ、日本の形っていうのは、うん、まあ、知らぬ間にね、大きく変わってしまいそうなんですね。変わってまうね。そう。もしも天照大神の時代から脈々と女性から女性へとね、受け継がれていった最始祖のような存在がいたとしたら、うん、まあ、女系のエンペラーと言ってもいいのかもしれませんけどね。そうやね、うん、まあ、少なくとも表には出てきてないと。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。なんかいろいろ勉強になるわ。お、うん、珍しい。やっとわかった。やっとわかった。もう完璧。わあ、すごい。そっけ。すごい、それだよ。今回はね、あんまり YouTube とかで発信するにはちょっとこう、センシティブっていうかね、うん、まあ、ナイブすぎる内容やったかなと思うんですけどもね、はい、もしね、今回の発信に間違いとか疑問、ね、また別の意見などありましたらね、ぜひコメント欄でいただきたいと思います。はい。そして、4月23日の YouTube では絶対に話せないガチトークライブの情報や、いち早く先行で、ね、僕たちのニュースを配信している、トゥーランドブルグ公式 LINE もね、概要欄から登録できますので、はい、ぜひチェックお願いします。お願いします。ということで、本日はこの辺でございます。はい、またね。バイバイ。バイバイ。